はい、こんにちは。今日は法政大学の問題です。問題はこちらです。3つの正の数 ABC について、 A たす B たす C イコール1の時、 A 2乗たす B 2乗たす C 2乗大なりイコール3分の1を示せといった問題ですね。こちら今回4通りの方法でやってみたいと思います。まず1つは1文字減らすという方法ですね。まず今この等式が与えられているので、まず C を減らしましょうか。 1-A たす B としてここに代入しましょう。そうすると A 2乗たす B 2乗たす1-a たす b、 これの2乗ですよと。でこれが3分の1乗を示したいということで、この部分を変形しましょう。でこれ2乗2乗 a 2乗 b 2乗が出てくるので、これは 2a 2乗たす 2b 2乗、それから 2ab が出てきますね。でそれからマイナスの2倍のこれですよと、 a たす b、 あとは1の2乗は1ですよと、こうなります。でこれが結局3分の1乗、これを示したいということであります。ですので、このプラス1をこっちに持ってくると、マイナス1になるので、ここはマイナス3分の2になりますよと。これを示したいと。で、これ全部2が含まれているので、2で割りましょう。2を全部削ると、ここはマイナス3分の1以上。これを示したいということであります。今、A と B、これ二次式ですので、じゃあ A についてまとめましょうか。これ A についてまとめると、A2 乗プラス、1-B の A ですね。マイナスの 1-B の A。それからプラスの b2 乗をマイナス b というふうになります。でこれ平方完成しましょう。 a について平方完成するとこうなって、こうなるよと。でこれの2乗を引きますよと。つまり b2 乗マイナス b のマイナス2分の1マイナス b、 これの2乗、これを引きますよね。ということでこうなるよと。でここを整理すると、これは a マイナス2分の1マイナス b の2乗プラスの4分の 3b2 乗マイナスの2分の 1b マイナス4分の1と、こんな風になります。で、ここも平方完成できますよね。これ平方完成すると4分の3の b マイナス3分の1の2乗マイナス3分の1という風になります。ここですね。すると4分の3括弧 b マイナス3分の1の2乗マイナス3分の1ですから、ここは2乗、ここも2乗、で、ここはマイナス3分の1ということで、ここ0乗0以上ですから、これ結局マイナス3分の1以上という風になりますよね。で、この統合が成立するときっていうのは、ここが0のときですから、b が3分の1のとき。b が3分の1のとき。じゃあ、そのときはここを代入すると、ここが3分の1になるので、a も3分の1のとき。a も3分の1、b も3分の1。そのときはっていうと、c も3分の1ですね。ということで、abc が3分の1のときに、この統合が成立して、マイナス3分の1以上になりますよ。ということで、これで示すことができました。続いて、2つ目の解法は、相加相乗平均を使う方法です。二変数の場合で求めていきましょう。a2 乗たす b2 乗。これっていうのは2ルート a2 乗 b2 乗以上ですよね。で、これルートを外すと ab 正ですから ab になるよと。つまり 2ab 以上というふうになりますよと。同様に b2 乗たす c2 乗。これは 2bc 以上ですよと。c2 乗たす a2 乗っていうのは 2ac 以上ですよと。こうなりますね。で、統合成立はこれイコールこれの時ですから、まあ、ab 正の値ですので a イコール b の時。で同様に B イコール C の時、それから C イコール A の時という風になりますよと。で、これ3つ足すと、これが出てきますよね。この3つ足すと、この3つ足すと。そうすると、2倍の A2 乗足す B2 乗足す C2 乗。で、こっち側は2倍の AB 足す BC 足す CA と、こうなりますよと。で、こうですね。で、これ2で割りましょう。そうするとこうなるよと。で、この統合が成立するときっていうのは、これ、かつこれ、かつこれのとき。つまり、これ、これ、これ、全部満たすとき。ということなんで、A、B、C、全部等しいときですよね。これのときに、統合が成立しますよと。で、今、条件として、A たす B たす C が1のときということが決められているので、これ、3つ等しいときってことは、全部3分の1のときですよね。ということで、これが、統合成立は今この条件からイコール3分の1と、全部3分の1というの時ということになります。で、じゃあ3分の1の時っていうのは、これ、ここに代入すると、ここ9分の1、9分の1、9分の1、足すと3分の1ですよと。ということで、この値は3分の1。ですから、これは、統合が成立するときは3分の1以上ですよと。この式っていうのは3分の1以上が成り立つよということが示せて、これでおしまいです。続いて3つ目の解法は、コーシー・シュワルツの不等式を使うものです。コーシー・シュワルツの不等式っていうのは内積ですね。2つのベクトルの内積を取ったときに、内積の定義はこれですよね。今、2つのベクトル、A ベクトル、B ベクトルっていうのがあって、これの間の角をシータとするとこうなりますよと。で、これ2乗しましょ
これ2乗すると2乗2乗2乗。で、コサイン2乗が最大で1ですよね。1の時が一番大きいよ。じゃあ1とすると、これ以下というふうに表せますよ。1の時が最大ですから、これ以下ですよ、というふうになります。で、これがコーシー・シュワルツの不等式ですよ、と。で、これ成分で表しましょう。じゃあ A ベクトル、今3変数ですから、3つの変数で置きましょう。A1、A2、A3 と置きましょう、と。B ベクトルを B1、B2、B3 というふうに置くと、これ内積ですから、これらはかけたもの。ですから、A1、B1 足す A2、B2 足す A3、B3 というふうになりますね。で、それの2乗ですよ、と。で、小なりイコール、これの大きさの2乗ですから、A1 の2乗足す A2 の2乗足す A3 の2乗。で、こっちも同様に、B1 の2乗足す B2 の2乗足す B3 の2乗と、こういうふうになりますよ、と。で、これが3変数の場合のコーシー・シュワルツの不等式。で、この統合成立はっていうと、今、コサイン2乗が1の時が最大ですよ、と。で、イコールになるのはコサイン2乗が1の時ですね。つまり、コサイン2乗シーターが1の時統合成立。つまり、コサインシーターがプラマイ1の時。つまり、シーターは0または π の時に統合成立。じゃあ、ここの間の角が0または π。0の時はっていうと、同じ方向を向いているということですね。2つのベクトルが同じ方向。で、π の時には反対方向を向いているよ、ということなんですが、まあ、どっちにしろ、同一直線上にある時と。二つのベクトルが同一直線上にあるときですよと。同一直線上にあるってことは、A イコール K 倍の B ベクトルと。こんな風に表せますよね。実数倍ですよと。二つのベクトルが実数倍の、なっているよと。関係になっているよと。ということは、この成分は、比を取ったときに、同じ比になっているよということですね。ということで、統合成立は、A1 対 B1 イコール A2 対 B2 イコール A3 対 B3 と。こんな風に表せますよと。これが統合成立条件ということになります。じゃあこれを踏まえてこれを求めていきましょう。今回これなんですが、これを示したいということで、この部分ですね。これを A2 乗、B2 乗、C2 乗と置きましょう。ここ A、B、C と置きましょうと。で、こっち側は、今ここ、これが3分の1以上という風にしたいわけですから、こっち側何もない状態にしたいよということですから、ここの部分は、適当な数を入れましょうと。で、ここ111にしてみましょう。そうすると、1の2乗、1の2乗、1の2乗。こうなるよと。で、そうすると、こっち側はっていうと、これ A1、B1 ですから、これとこれかけたもの。つまり A×1 ですよと。A ですね。で、A2、B2 ですから、これとこれかけたものですから、B×1 で B ですよと。で、同様にこれとこれ。C×1。こうなるよと。こうなりますよね。ということで、コーシー・シュワルツの不等式からこれが成り立っているよと。今、A たす B たす C っていうのは1ですから、ここが1ですよと。で、ここが3ですよね。じゃあこれ3で割ると3分の1以上ですよというのが出てきます。ということで、A2 乗足す B2 乗足す C2 乗っていうのは3分の1以上ですよと。これが出てきて、あとは統合成立見ていきましょう。この成分、この A1 が今 A ですから B1 が1ですから A 足す、A 対1イコール A2 と B2 の比、つまり B 対1イコール C 対1ということで、これを計算していくと、これかけるこれとこれかけるこれが等しいということで、A イコール B。で、同様にこれかけるこれとこれかけるこれ。ということで、C というふうになりますね。そしてあと全部足して1ですから、これは3分の1と。この時に統合成立が成り立って、これ以上ですよということが示せて、これでおしまいです。続いて4つ目の解法は図形的な解法です。今 ABC をちょっとわかりやすいように XYZ としましょう。そうすると X 足す Y 足す Z イコール1。それから X2 乗足すy2 乗足す z2 乗。これが3分の1以上を示したいということなんですが、これイコール k2 乗としましょう。そうすると、これは q の方程式ですよね。これ原点を中心とする半径が k である、この q を表しますよと。で、こっちの式はっていうと、これは平面の方程式ですね。100の時、つまりここの点。それから010の時、ここの点。で、001、ここの点。この3つの点を通る、この平面の方程式ですよと。で、今この、Q とこの平面が交わらないといけないわけですね。この両方を満たすような XYZ が存在する条件を考えると。ということはこれが交わらないといけないなということで、この原点とこの平面とのこの距離を考えましょう。この距離を見てあげて、今この半径が K なんですが、この K っていうのがこの距離以上でないといけないよということで求めていきましょうと。じゃあ原点とこの方程式の距離ですね。ですのでルート1の2乗足す1の2乗足す1の2乗分の絶対値の、こう原点0ですから 0× これ、0
0、全部0になって、マイナス1の絶対値ということになるので、ルート3分の1ですよと。この距離は今、ルート3分の1。で、今、この半径が、このルート3分の1以上でないといけないよと。でないと交わりませんよね。ということで、K がルート3分の1以上ということになりますよと。ということで、K2 乗はっていうと、これ2乗するので、3分の1以上ということになりますね。ということで、これが3分の1乗ということが示せましたよ。ちなみにこの時はというと、この点、ちょうど接する時ということで、求めると、X イコール Y イコール Z イコール3分の1になりますよと。まあ、こんな風に求めることもできます。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。